電気通信大学は、東京都調布市調布川岡一丁目5番地1に、本部を置く日本の国立大学である。1949年に設置された。大学の略称は、電通大、UA 区。高度電気通信大学は1918年、東京市麻布区飯倉町に創設された、社団法人電信協会管理、無線電信講習所が起源である。 1942年に当時の定心省に移管され、管理無線電信講習所となり、対戦中の1945年に中央無線電信講習所と改称された。1948年には管轄が文部省に移り、1949年に新生大学に改組されて電気通信大学が誕生した。1957年に メグロクから調布市に移転。1980年代には学部、大学院の改装が行われ、2004年度には国立大学法人となり、現在に至っている。電気通信大学は人類の持続的発展に貢献する知と技の創造と実践を目指すとして、以下の3つの理念を掲げている。万人のための先端科学技術の 教育研究自ら情報を発信をする国際的研究者技術者の育成時代を切り開く科学技術に関する創造活動社会との連携交渉周波数比5対6のリサー図形に大学の文字をあしらった図案コミュニケーションマーク2010年4月の改組に合わせて制定された大学の略称である UA と所在地の 東京を使用したデザインとなっている。制定以降、大学のウェブサイトや広告、看板などは交渉に変わって、コミュニケーションマークが採用されている。スクールカラービッグカラーガイドシリーズの256番。電通大100周年に向けた UA 区ビジョン2018の一環として2010年に学部改組が行われ、2016年度には学域類に改装された。 2018年現在、一学域三類一課ほど、一研究科四専攻から構成される。2016年度以降2016年度以降、学部組織を持たない独立研究科である、情報システム学研究科が廃止され、情報理工学研究科に一本化された。博士前期課程と、後期課程を設置している。スーパー連携大学院新たなイノベーションを、 創出する博士を育成するため、2010年11月18日に、スーパー連携大学院コンソーシアムを結成、翌年度から学生の受け入れを開始した。これは、所属する大学院と並行して、所定の産学館共同研究、他大学受講を行う大学院教育プログラムであり、文部科学省の2008年度、戦略的大学連携支援事業、 教育研究コード型に採択された。修了時の博士号は、イノベーション博士サーティフィケートである。2018年6月現在、旧大学、15の株式会社、研究機関、財団法人、社団法人、個人などから構成され、本学はその正会員となっている。2019年4月現在、夏季の研究センターが設置されている。 2013年度に文部科学省が創設した研究大学強化促進事業の支援対象機関に採択された地のボーダレス化、連携と共同、開放性と透明性の3つの経営戦略を基盤として大学院の強化、人材登用の強化や国際化の強化を図ることによって研究推進体制を整備し小さくても光る大学を目指している。 レーザー研究レーザー研究は21世紀 COE プログラムに採択された。国立天文台の干渉系型重力波検出器タマ300用に周波数安定化レーザーを開発、採用されている。また2001年12月19日には、レーザー冷却技術によって、ボースアインシュタイン凝縮を達成。これは、東京大学、京都大学。 学習院大学に次いで国内4番が目である。さらに2005年1月5日には原式版上でのボースアインシュタイン業縮の生成に成功している。産学館連携産学連携が行われており、大学内には特許を管理する知的財産部門と技術移転機関である株式会社キャンパスクリエイトがある。大会採択された プログラムその他採択されたプログラム、多摩地区国立5大学単位互換次の多摩地区国立4大学と単位互換を行っている。スーパー連携大学院コンソーシアムによる単位互換次の国公立5大学と単位互換を実施している。その他次の各大学大学院と電気通信大学大学院との間で単位互換を実施している。2019年より、 津田塾大学との単位互換制度を開始している。グローバル人材の育成を目的として、東京農工大学、東京外国語大学と3大学での連携事業を行っている。大学 E ラーニング協議会に加盟している。2018年8月7日、現在、アメリカ、中国をはじめとする20カ国のの64機関と、大学等間交流協定を締結している。 第一次隊から始まり、多数の越冬隊員、下記隊員を輩出している。複数回越冬している OB も、複数存在する。大学教員だけではなく、民間へ就職後に参加している隊員も多い。映画、南極料理人にも OB がモデルとして登場する。また、菅平宇宙電波観測所では1999年から2007年まで。 観測隊員のアンテナ建設訓練が実施されていた。電気通信大学のウェブサイトは日本初の大学公式ウェブサイトとして知られている。ホームページは1992年3月に制作された。2001年3月のヤジーの短波運用廃止で電離層の観測ができなくなることから同年7月3日に実験局の免許を取得した。調布から 周波数 5006kHz と 8006kHz、空中線電力 200W で送信している。搬送波は無変調だが、一定周期で呼び出し符号及び実験試験局の目的をモールス符号で送信している。タン波ラジオで受信可能でベリカードも発行している。エリア放送制度化前の2011年から、 実験試験局として、調布アンセグ広域実験、調布アンセグ中域実験を、調布市内のイベントを中心に運用していた。制度化後は、地上一般放送局の免許を受け、調布アンセグの名称で、ワンセグ放送を実施してきたが2018年7月末に終了した。校内に、地上一般放送局2局が設置されていた。これ以外に、スポーツ祭、 東京2013において、東京スタジアムで、電通大、味の素スタジアムエリア放送を、2014年の、三鷹市防災関係機関の訓練において、三鷹駅で、電通大三鷹エリア放送をいずれも 30CH で実施した。2017年11月現在の主な施設は、下記の通り。自治会として、学友会が存在する。 調布祭と呼ばれ、毎年11月下旬に行われる。電通大エレクトロニクスコンテストが行われるほか、電化一部同会、我が楽区し、お笑いライブ、オープンキャンパス、研究発表なども行われる。ミス電通大コンテストに出場する学生は、助走をした男子学生である。2010年には、准教授が参加した、本学の学生寮。 西地区にある昭和54年に完成したためご資料の名前がついた鉄筋コンクリート5階建て1990年には寮内に学内のインターネット回線が引かれ寮生は無料で使用できる設立当初女子寮は存在しなかったが2010年度からは教員宿舎を改築した女子寮が設けられた1979年以前は 木造2階建ての3棟で、超不良と称し、内部に、食堂もあった。管理人を在学生が、アルバイトで務めることもある。社団局 JHZGP がある。電通大コンテストを主催するとともに、数々のコンテストに参加している。電通大生なら、モールス不合の操縦心はできて当たり前という目で、見られることも多いが、21世紀に入ってからは、 技能者は少ないという。電気通信学部は1949年に3専攻体制で設置されて以来、小刻みに改祖と増設を繰り返してきた。1974年に11学科体制となり、1988年に1学科100人規模の大学科生に移行するまでの長い間1学科50から70人規模の小学科生で行ってきた。 1949年度から1965年度、1966年度から1987年度、1988年度から1998年度電気通信研究施設と短期大学部を統合、再編し、夜間主コースが各学科に設置された。1999年度から2009年度、2010年度から2015年度、2010年に、 電気通信学部から情報理工学部に解消、改組した。昼間コースと夜間種コースがある。昼間コースは平日の午前、午後が授業のメインとなる。夜間種コースは平日が17時台以降の授業がメインになる代わりに土曜日の午前、午後にも授業がある。昼間、夜間種両コースともに最短在学期間は4年間であり、 卒業証書も共通である。以上4学科が昼間過程。3年時に各学科がさらに上記の複数コースに細分化される。電気通信学研究科の変遷情報理工学研究科の変遷情報理工学研究科に解消、改組した。情報システム学研究科の変遷2007年4月に改組して4選考となった。ありがとうございます。